はい、9月5日の朝4時の相場解説になります。今日は ADA から見ていきましょうかね。暗号通貨の方 ADA ですけども、だいぶ一時期の放送と比べて値段が下がったでしょう。16円ぐらいね、15円から16円の間でうろうろしたときに、たくさんの方が見てくださってね、ご質問とかいただいて、今が買い時なんでしょうかみたいなことをおっしゃってましたけども、買い時ってのはもうとっくに過ぎてるっていうのはね、もう申し上げた通りです。ただ、こっからどのぐらいの値段まで我慢できるかってことによっては、買ってもいいんじゃないかなと思いましたね。で、私はだから、2円から4円の間が一番最初の買い時で、お知らせをずっとしてきたんですけども、その時ね、買う人っていうのはね、逆にいないんですよ。こんなに値段が下がっちゃったんだったら、もうね、もう買えないと。値上がりしないでしょっていうことなんですよ。で、私はね、1ドル、10ドル、この辺、やっぱりね、長期では行くと思うんですよ。で、1ドルってのは今年中に行くことはないと思いますけども、まあ来年とか再来年見るんだったらね、1ドルあたりも見えるんじゃないかなと思います。まあなんせ行ってますからね、1回ね、1ドル。まあそうなると、今この価格、まあ15円、16円っていうのは、まだまだね、安値圏なわけなんですよ。私はそういうふうに判断します。ただ、仕込む時期はもうとっくに終わっていて、まあ4円から6円でね、仕込めた人はまだラッキーですよ。で、10円以下ならまだしもですけども、値段が上がってきて、15円を超えてね、目立った時に、今買い時でしょうかって言ったら、ちょっとそこはね、判断難しくなりますよね。まだはもうなり、もうはまだなりって言いますけども、まだ買い時なんじゃないかなと思った時は、もう買い時ではないんですよ。まあこれね、スパッとは言えないんですけどもね。ただ、今、10円60銭になってるじゃないですか。これなんでそうなったかっていうと、15円前後になった時に利益が出た、含み益が出たっていうふうに感じた方が売却したからなんですよね。まあですんで、やっぱりね、何円かわかりませんけども、4円から6円、もしくは6円から8円で買った方が、あ、倍ぐらいになったねと、3倍になったねってことで、利益確定して、大きな金額をね、なんかの、こう、法定通貨に変えたってことなんですよ。というのが、1万円、2万円だったら利益確定しないんですよ。1万円、2万円の購入金額だったらね。でも、やっぱりね、4円、6円とか6円、8円で、数百万とか数千万買った人ってのは、大きな利益ですからね、それこそ。数百万から数千万の利益ですから、15円付近になった時に、横ばいになった瞬間にね、横ばいになった時に、ああ、価格そこそこ安定してきたから、ここで売ろうかなっていうふうになるんですよ。ですんで、14円から16円の間で、数百円から数千万、決済した、その結果が今の10円60銭になるんですよね。で、これはずっと申し上げてきた通りなんですけども、大きく値段が上がれば、そこで必ず利益確定が起きますよと。多くの方が見向きもしなかった時に、2円とかね、4円の時ってすごく買いやすいわけですよ。もう100万円でむちゃくちゃいっぱい買えるわけですから。で、今の3倍ぐらい買えるわけですからね。6倍か。5倍とか6倍買えるわけですから。そりゃ、すごいですよね。その時に買ったら、今、資産が5倍、6倍になってるってことですから、利益確定しますよね。税金払っても日本円にしたところで。5倍、6倍儲けてる人ってのは、2倍、3倍にはなるわけですから、ものすごく得するわけですよ。で、そういうふうにして、小刻みに売り買いを繰り返して、あ、10円になったなと、10円終わったなと、もう一回買おうかなっていうのが、そういった方たちのセンスのいい方たちの買い方で、それをするからギザギザしながら上に上がっていくんですよね。まあ、ですんで、今、10円60銭になって、今が買いでき時でしょうかっていうふうな、気持ちはわかるんですけども、それはちょっとね、考察が足りないというか、もうちょっとこの、テクニカルとかね、FX を勉強しないといけないですね、そこは。FX ができてないのに、いきなり、こんなね、ADA の取引とか入ってきてもダメですからね。暗号通貨だからなんか FX と違うような気がしますけども、まあ、一緒ですから。ということで、ADA 10円60銭で買うかどうかはあなた次第でございます。まあ私からアドバイスできるとすれば、6円から8円になったら買うか買わないか決めるぐらいじゃないと、10円で買おうかどうか迷ってる方に対するアドバイスとしてはね、できないですね。まあでもね、自分で判断できないんだったらやらない方がいいですよ。で、私の考えを参考程度に聞くんだったら、今までの相場解説申し上げてきた通りですから、答え同じですから。だから特別な答えが今の時期に引き出せるってことはないです。テクニカルってのは、
いつでも一緒の考え方ですからね。だからこれが、価格が18円になっても同じこと答えますよ。価格が1円になっても同じこと考え、答えます。ですんで、いつ聞かれても、本当にね、つまんない私からの返信になると思いますんで、そこはご覚悟ください。なぜなら、テクニカルに私は誠実だからなんですよ。感情ではなくね。これね、感情でいくと、15円、16円から5円下がったから買い時だってことになっちゃうんですけども、これね、こんな感情論に振り回されるから負けるんですよね。ちゃんとテクニカル追っていかないといけないんですよね。はい。ということで、同じになります。どの通貨見ても同じです。ビットコインも130万、ね、狙うんじゃないかっていうところまで来てましたよね。125万。ちょっと、オーバーぐらいまで。で、その時に、もう、利確が始まるんで値段が下がるのは同じなんですよ。ですんで、私の購入のおすすめとしては、95万前後ってことをずっと申し上げていましたよね。100万円を超えたら、もう、買わないと。それが、この結果はこれですよ。だから今ね、今110万になったから買い時でしょうかっていうふうに、95万で買うことを勧めていた私から見ると、110万でも高値掴みなんですよ。だから買う時が全然違うっていうかね、多くの方が注目しなくなったような時に買わないといけないんですよ。ね、YouTube の暗号通貨の動画も減ってきた。で、暗号通貨のニュースも全然メールマガジンに届かなくなってきた。で、こういうふうに多くの方が目立たなくなってきたというかね、目を向けなくなってきたから値段が下がってるっていうことなんですよ。で、多くの方が注目しだして買い出したらもう高値掴みしかないんでね、ちょっと買えないですよね。で、リップルですけども、リップルはね、なんか逆にね、値下がりが幅が少ないんですよ。私は22円ぐらいでもう諦めたって言ってましたけども、30円を割らないところまでしばらく来てましたよね。今27円ですけども。このリップルの強さは何でしょうね。他の通貨が、主要通貨が下がってる中で、リップルはそこそこで踏みとどまってると。これはね、こういうのがね、あれなんですよ。これはファンダメンタルになりますけど、こういうのが爆上げするんですよ。なんか60円ぐらいになるんじゃないかなと。思いますね。これ、いつになるか分かりませんけども、まあ、少なくとも、今年中にね、40円とかが見えてくるのかなと。で、40円ぐらいになって、多くの方がもう、買うのに躊躇しているときに、60円ぐらいに跳ね上がるような現象が起きると。これはね、やっぱりこう、暗号通貨の需要ってのは、急激に出て、急激に去っていくんですよね。特に今、中国の資産持ち出し問題とかがありますから、それによって買われる通貨が BTC なのかな、どうかな、イーサリウムなのか、もしかしたらリップルなのか、まあ、ここら辺ですよね。これをどう読むかですよね。で、私は読みの材料を持ってませんので、ここではちょっとお話できませんけども、XRP は、私の場合はもう大量取得してますんで、特に今後買います、これ、予定はないです。そうですね。まあ、65円から70円ぐらいになったら売却するかもなって感じですよね。まあ、わかんないですね。はい。売却時期につきましてはもう私はね、お話ししないことにしましたんでね。値段が下がりますので私が売却すると。はい。では、以上です。